です。今回は前回のキャッチャー動画の続きを皆さんにお伝えしてまいります。今回もキャッチャーの基礎の部分ではあるんですけども、翔馬のブロッキングの一人での練習法と相手に負担をかけない練習法というのを皆さんにお伝えしてます。今日はなんか全部つけてるんですね。そうですね。そう、ここにマスクも入ります。投げてもらうときはさすがに危ないので防具は全部つけましょう。簡単な形だけではあるんですけれども、まあ顔に当たっちゃったら普通に腫れちゃったりとかっていうのもあるので、必ず防具はつけて、練習に臨んでください。それではやってまいりましょう。まずは形なんですけれども、ブロッキング、になると大体ランナーがいるので、前回の動画でお伝えした通り、ランナーがいるときは左足をまず立てて構えておきます。で、その時にボールが小バン来た、ハーフバンド来たなと思ったら、このまま膝を後ろに下げてください。こうです。で、これで僕よく癖でやっちゃうんですけど、こうやっていくとバット当たります。なので自分の座ってる位置でこういう風に下からボールが来るので、上からかぶせるような形でブロッキングをします。で、これはまあ防具さえあれば、防具なしでやっちゃうと膝ガンガンに擦れちゃうので、防具、最悪は膝だけでもいいので、やってれば一人で全然できる練習です。で、まずこれをずっと形を作るっていうのが一つの練習法にはなります。結構これも股割りとかをやりながらこうやってやると結構やっぱりきついっていうのと、形を覚えられるっていうので、一人での練習では結構効果的かなとは思います。あとは横に反れた場合なんですけれども、今ちょっと後ろにバックネットがあって、まあ半円みたいな、状態になっているので、そうですね、でバックネットに当たらないようにバックネットに沿ってこういう風に、こうすると、まあ、こう今ちょっと直線ではあるんですけども、まあ、他なんか円かなんかを描いて、この円に沿って左を一周、こういう風に、これは形は一緒です、さっきの正面の時と。で一周回っていくっていう練習をすると、横のボールに対する、ブロッキングの練習になります。半円でいいので、半円を描いて左側半分行って、で今度は逆にこうなってるところを右側を半円回っていくような形をすると、まあ、結構、練習にはなるのかなと思います。でこの時本当に膝痛いっちゃ痛いので、防具の下、ユニフォームの下なんかに何か一番サポーターパッドかなんか入れとくと膝の痛みは少し減るので、もしちょっと痛いなって思う人がいたら、まあ、なんか1枚重ねてやってみてください。それではちょっと大げさな形で何回かやっていきたいと思います。まずは正面から、で本当に気をつけるのは、もう本当に膝を下に落とす、で地面と防具がイメージでは平行になるように、イメージを常に、意識してやってきてください。こうなってしまうと、まあ結構跳ね返りも大きい、こうやって下にかぶせるとほとんど下に落ちてくれるので、その形を意識して正面の場合をまず、10回、行ってください。次は左回りいきます。左回りも、まあ、ちゃんとしっかりとこうやって足を上げて、形は一緒です。ただ、左の場合だと左のまま左にこうやっていってしまうとこう入ってくるボールなので、全部こっちに行っちゃうので、さらに、さっき言った上にかぶせるプラス反対側にかぶせる、こう入ってくるボールに対して円を描いて半周やってみてください。それの逆がこっち側、右側、自分から対して右側はそれの逆を意識して、本当に体自体も全部逆でやってみてください。パールカップしてるとは思うんですけれども、こうやって止めた時にここが一番正直パスボールの多いところなんですよ。なのでここはちゃんとミットで隠すっていうのを意識して、こうですね。そうするとまあどっかしらには当たるので、ここ多分ボールって抜けないと思うんですよ。体に当たるなりミットに当たるなりしてちゃんとブロッキングしてくれるよっていう、その形をまずしっかりと練習して、一人で形をまず覚えてから誰かにボールを投げてもらったりとかでやると、スムーズに次の練習に移行できるかなと思います。
こうですね。では僕は今ちょっとボール取りに行っちゃったんですけど、本来は落とすだけでいいんです。こうです。こうすると前に落ちるので、こうですね。すごい、今のノーマンでしたね。ノーマン。おお、すごい。こうですね。これが理想です。こうですね。何度当たった。大丈夫。スロートガード若干かかった。まあ、こういうことはあるので目はつけてください、絶対に。はい、本日は、キャッチャーの基礎第2弾。結構もうこれだけでも、今撮影だけでも息が上がっちゃってるので、冬でも暑くなります。自分のちゃんと体も動いてるというのも実感できるので、ぜひ、試してみてはいかがでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ましょう。これ、はい、エイジェットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ男子用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超 ATV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。